皆さん音話しましょう。おー、やばい。もう最近いきなり始めます、はい、はい、始めましょう。お願いします。お願いします。どうも、フレーバーデモ TV でーす。よろしくお願いします。どうですか、調子は。ガチビンさん注意入ります。はい、ということで、皆さん本日は7人、はい、で、音ハメやっていきましょう。今回は、はい、日本の新世代のエース、一心くんの音ハメやりましょう。桃太郎くんの音ハメ、ちょっと動画用意したんで、皆さん一回見ましょう。はい、目線ボディーカーニバル。それでは、行きましょう。はい、再生ボタンを押させていただきます。どうぞ。お、DBIC2020、ね、はい、はい、この音か。クレイジーなイメージですね。そう、キリングです。キリング、はい。おー、おー、おー、わー、音感逆すごいぞ。確かに、ここからですね。あ、わー、おー、おー、お、内容、内容っぽいなー。どうすか。素晴らしいですよね。これ1年以上前ですから。すごいですね。いや、でもあれじゃないですか。音ハメだけで見ると最後のバーンを思いっきり取るって感じ。ああ、そう。打ち合いのところですね。そう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 。そこまで内容濃くして最後に一本スラッガータイプですね。そこまで内容が濃いのがすごいですね。なんかちょっと緊張感あるっすね。まあでもね、その日本の宝、桃太郎を超えましょうよ。ここどこだと思ってるんですか。お、お、何してますか。うわ、カナメチョフラッグポイント。なんでこれで来るんだ。今スタジオの…デスクの練習がいろいろやってますね。ありがとうございます。テツクレッスンやってるんですか。あ、僕もレッスンやってます。僕、シーマスとかフットワークとかフロアムーブをこと細かく教えてます。はい、フロアムーブの困り。じゃあ今日はそのフロアムーブしっかり見せて。おー、そうですね。お願いします。じゃあ皆さん、超えれるよな、一心を。超えたい。レン君超えれるよな。当たり前やんねー。じゃあ行きましょう。はい、お願いします。てつくん、はい、トップバッターお願いします。改めて自己紹介、お名前は。てつです。本名てっぺいです。年齢は26です。趣味は何ですか。趣味はまあ、最近は家の掃除です。わ、大事ですね。毎日するのが大事って言いますからね。やばい、それどころじゃないっす。マジで何にもない。いや、即興でいきましょうよ。プロダンサーさん、いきましょう。鉄の挑戦、ミュージックスタート。ですね。何そう、何そう。ちょっと悔しいですか。いや、もう悔しいじゃなくて謝りたいです。誰に誰が謝りますか。視聴者さん。あ、じゃあお願いします。まあ、ぶつけ本番とはいえ、まあ、このような踊りになってしまう。大変申し訳。どうでした皆さん。ちょっとだけうまいこと思いついたんで。いや、掃除は編集見てたけど、頭の整理はできてなかった。はい、おお。皆さん拍手です。じゃあちょっと皆さん、ミミさんを胴上げしましょう、今の。はい、どう、うまいこと言った人は胴上げしましょう。はい、せーの。うわー、すごい、うわー、すごい、うわー、おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあ、てつくん続いての方を。いやー、でもそれうまいこと言ってるのミミ。おーってなるんすよ。余計なこと言わんけど。あ、やっぱ喋らん方がいいっす。名前は。ウィングゼロです。本名は翼です。翼さん、年齢は。37歳です。趣味は。趣味は、マジックザグサイキングです。それじゃあ行きましょう、ウィングゼロさん。レッツゴー。ミュージックスタート。
なるほど。いや、素晴らしかったんじゃないですか。どうでした皆さん。いや、まさかのハットトリックでした、うん、最近なんかあんま見てない気がした。ジュピン君、はい、どうでした。いやもうさすがのハットトリックでした。普通にいいからあんまいいことないっすよ。そうなんですよ。もうちょいなんか変なミスり方ミスってくれたら俺で今言うんですけどね。でも良かったってことですよ。カードゲームの業界に恥じぬチャンスを。ありがとうございます。あとウィングさんが個人でやられてる YouTube チャンネルチンポーイニシエのチンポ開封チャンネル。決して決まりられたことじゃない。新しい宝と書いてチンポ。チンポ。僕は大ファンのチャンネルなんですけど。皆さん自力で検索して見つけてください。じゃあ続いての方を選んでください。次の方。さあ、喋った人に行くみたいな流れはちょっとやめとこう。うん。ここはでも。えん。ありがたい。ネイ君は早く終わらせたいタイプ。いやもうありがたいです。3番は一番ありがたい。じゃあレン君の挑戦、ミュージックスタート。ビーボイレン。おおおやべえやべえ。おお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 おMVP の可能性あるし、ありますありますね。じゃあ次の方、選んでください。選んじゃダメよ。選んじゃダメ。この4人ですよ。はい。はい。降りないよ。お名前は？はいです。年齢は？地獄です。趣味は何でしょうか？趣味になるかわからないですけど、最近断捨離にすごい没頭してます。あ、断捨離。断捨離 B ボーイ。じゃあ、いきましょう。意気込みの方を聞いていいですか？意気込みですか？え、なんか自由に踊ろう。おお、いいですよね。歌とかじゃない。おお、そういうタイプ見てみたいよ。あ、ミスっぽく見えても、でもそれが良さにつながる可能性がある。間違いない。しないの天性。大丈夫です。ガイチ君の挑戦、ミュージックスタート。リルピーさんどうでした？そうですね、BG1 楽しみです。これで BG1 取れるのか。いや、ちょっと厳しそうですね、このまま行っては。はい、また別に動画撮りましょう。波紋を呼びましょうよ、また。次の方は、次の方、あと3人ですかね。はい、またこの流れがすごい、この流れがすごい。リルピーシャック、わーい、よかった。お名前は？リルピーシャです。年齢は？24です。わー、趣味は何でしょうか？ポーカーです。わー、東京出てきてポーカーまで始めちゃったんですね。じゃあ行きましょうか。ルッピンの挑戦、ミュージックスタート。おお、早っ。ラッパー、早い。
どうすか、ミルキーさん。いや史上最悪のまさかあのフレーズで出だして、ね、足外れるの初めて見ました。そうですね、まあそういう日もありますよね。はい、じゃあ、リューピー君、はい、次の方を。うわ、じゃあさあ、マスカジュンさんで。あげぼーあげぼー、はい、こんにちは。こんにちは。はい、お名前は。はい、スカジュンです。年齢は。あ、5歳。趣味は何ですか。趣味、最近お風呂上がりにヘアオイルをつけていい匂いだなと思って、枕がいい匂いになるのが好きです。はい。あ、でもそれめっちゃわかります。じゃあ行きましょうか。はい、スカジュンさんの挑戦、はい、ミュージックスタート、はい、よっ。おえマニアックスタイル。おえおえさあ来たぜ、さあ来るぜ。ああ、じゃあ最後の人呼んでください。ミケトフィー。意外と気が少ない。めちゃちゃんが多い。お名前は。ミカドルフィーです。年齢は21歳です。趣味は何でしょうか。家系ラーメン。いいねー。太っちゃうよ。じゃあ行きましょう。はい、ミカドくんの挑戦、B-Boy 一心を超えろ。ミュージックスタート。皆さん、ちょっとリルピンさん、ちょっと、そうですね、今日僕が一番悪いんで、もう喋ったから、もう振らないでくれた、今日はなし。ありがとうございました。ありがとうございました。今日の MVP 誰ですかね。レンでしょ。ああ、レンですね。これはもう番組一致なんですね。多いね、これはね。どうするんですっけ。ウィナーム。ウィナーム。じゃあ行きましょう。ねえ、うそうだよ。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 素晴らしいですね。リアクション最強やね。レン君おめでとうございます。ありがとうございます。さすがですね。ちょっとレン君マジでいいっすね。さっき音ハメチャレンジでめっちゃかましてらっしゃるんで。ここはどこですかレン君。ここはまたかい。フラッグポイントだろ。ここ何するぞ。レッスンと練習会やってます。皆さんチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。さよなら。